手凧浦西駅は沖縄県浦添市前た3丁目にある沖縄都市モノレール線の駅である。駅番号は19。駅名は他の3駅とともに公募で決定した。駅名の手凧は沖縄の方言で太陽の子という意味で現在の浦添で生まれたとされる琉球王国の英雄王の信号を英日西にも関連する言葉である。駅名決定前は 裏西駅という仮称が付けられていた。沖縄県では最東端の駅である。島式ホーム一面2線を有する高架駅である。現在開業している、ユイレールの駅で唯一改札口が中平部にある。エスカレーターエレベーター設置。平日朝、夕方、夜、と休日は主に2番線を、平日日中は主に1番線を使用する。 2020年度の1日平均乗車人員は885人である。開業後の1日平均乗降人員及び乗車人員の推移は下記の通り。パークライド用駐車場駅前には仙台規模の駐車場を設置しており、パークライドが可能。浦添市と西原町の境に近く、両市町からの利用が可能である。開業時点では、 駅前広場のバス乗り場は整備中だったため、路線バスは整備後の2020年以降利用している。乗り入れない路線については、徒歩で周辺のバス停を利用する必要がある。また徒歩圏内に高速バスのバス停がある。注車区出店。ありがとうございます。